茶釜もね、はい、夜にならんとできんもんね。こうやって泊まってくれるのが一番花火やり、やれるもんね、楽しめるもんね。一番嬉しい。ここの中でやってね。あ、ちょっと早かったね。いいしょ、今度な、来年はな、お医者がもっとバケツの中が一番多分。そう、そう、お、いいじゃん。畑に向けて10連発っていうあのシュポンシュポンってようやったよな、前はな。やったね。よう買ってきてやった。子供が小さい頃はね、うん、やった、うん、ちょっと花火、ちょっとロケ花火加工してさ、危ないよ。